SPP-1 水中拳銃は、ソビエトのフロッグマンが水中で用いる水中銃として、ソ連で生産されていたものである。この銃は1960年代後半に開発され、1971年に使用が認可された。水中では、通常の形の弾頭は不適当で、水圧のために射程は極めて短くなる上命中精度も劣る。 このため、本銃では、円形断面の合計 4.5mm、長さ 115mm、重さ 12.8g の鋼鉄製ガートを打ち出すようになっている。この形状により射程は長くなり、またスピアガンの森よりも高い貫通力を得ている。実砲全体としては、長さ 145mm、重量 17.5g である。SPP-1 には本の銃身があり、 各重心に一発の実砲を収容する。この実砲は専用のクリップで4発ずつまとめて、拳銃の薬室内へ同時に装填される。水中では戦場による弾道の直進安定効果が得られないため、本銃の重心には戦場がない。打ち出された発射体は流体力学的効果により、直進安定性を得る。このため、 空中で発砲すると弾道が多少不安定になる。撃発機構はダブルアクション式でトリガーを一度引くたびに一発の発射体が打ち出される。再装点は水上、水中のどちらでも行える。SPP-1M 拳銃は基本的に SPP-1 と同一であり、相違点は以下である。本銃はブラディミール・シモノフが設計し、 弾薬は、ピョートル・サザノフトーレグ・クラフチェンコが担当した。また、シモノフは、APS 水中銃の設計も行っている。水中では水圧により、射程が減衰する。一度発射体が、スーパーキャビテーション能力を失うと、流体力学的抵抗が大きく増加し、発射体の弾道は、不安定となる。本銃の有効射程は、パッドを詰めた保護スーツを容易に貫通できる距離、 もしくは5ト、mm、ル厚のガラス製フェイスプレートを貫通できる距離と定義されている。この拳銃はトゥーラ兵器工場で製造された。また、防衛関連製品の輸出入を担当するロシアの国家機関、ロソボロンエクスポルトが輸出を行っていた。中折れ式、ライフリングのない4重心、ありがとうございます。